はい、1016リファレンスでいくと1016ですね。これが、初期の1016ですね。ミラーダイヤルでサークルラインがついてます。まあギルトダイヤルとかも言いますよね。まあ僕の好きなロレックスの中でもこの1016のこの初期モデルですね、これかなり好きなモデルになりますね。もちろんあの当時と同じようにリベットブレスがついていますし、はい、リベットブレス付きですね。これはあのトリチウムじゃないですね、ラジウムダイヤルですね。でこちらの1016ですけれども、これはまあ70年まで行ってないんですけど、まあ香港でオーバーホールしまして、さらに日本ロレックスでケース交換していますので、まあ、ケースに関してはまあパーフェクトですね。だからリファレンスは1016です。シリアル番号が40系4000って4いくつになるんですね。これはあの昔はなんなかったですけど、何年頃からかロレックスではケース交換すると4から始まる桁数のシリアに変えられてしまってるんですけど、まあでも文字盤も非常にいい焼け方している時計だと思いますね。素晴らしいですよね。まあ自分で言うのもなんですけど、これはですからハードブレスになってますね。こっちはリペットです。はい、こういう感じですね。同じ1016ですけども、まあ、60年代の初期と、69年か70年ぐらいのモデルになるとハードブレスになりますね。1016つば、もちろん裏蓋はつばの広がったこうつば付きの裏蓋になりますけれども、年代によってイメージがだいぶ違います。スポーツモデルの中でも私としては好きな時計です。